美術と手工芸分野のコレクションのため、ルドルフ2世はミラノの宝石細工の名匠ミセローニ家に仕事を依頼した。オッタビオ・ミセローニは1588年にプラハを訪れ、この蓋付きのボールなどを製作した。深い緑色の壁玉をミセローニがごく薄く彫り上げ、フェルマイエンが金、エナメル、宝石でその器を飾り付けた。オッタビオ・ミセローニはプラハに宝石細工の工房を設立した。ミセローニはルドルフ2世の美術室にある大半の品を制作した人物です。プラハの宝石細工工房が特別で、ミラノの芸術より優れていたのは、ルドルフが人を派遣してまで原石を探させたからです。例えば石の器の細工などは信じられないほど美しいものです。ミセローニは1624年に亡くなるまでプラハで仕事を続けた。蜂蜜色の壁玉の塊からこのように優雅で見事な水差しを彫ったのも彼である。宮廷職人の一人パウラス・バン・ビアーネンが金の飾りをつけた。ハプスブルー家のコレクションとしてルドルフ2世のために作られた作品の中で、ルドルフの王冠ほど見事なものはないであろう。1602年に金細工職人フェルマイエンが制作した。ルドルフ2世の王冠はこの世で最も美しい冠で、ヤン・フェルマイエンの傑作です。王冠は3つの要素で構成されています。百合の紋章がつけられた金の飾りは司教官、そして皇帝の象徴でもあるアーチです。フェルマイエンは3つの要素一つ一つを個性的に仕上げました。金の飾り輪の部分にはダイヤ、上段の百合にはルビーが使われています。そして王冠の上にはサファイアです。旧約そして新約聖書の中でサファイアは空に関連付けられており、天国の門はサファイアでできていると述べられています。十字架の上にサファイアが取り付けられており、救済は十字架を通じて得られることを示しています。金の司教官には4つの地位におけるルドルフ2世が描かれています。一つは指揮官として敵を打ち負かしている皇帝ルドルフ、二つはレーゲンスブルグの礼拝堂で神聖ローマ皇帝として戴冠されている様子です。次にハンガリー王として即位した後、レーゲンスブルグの丘で馬に乗る姿です。ルドルフ2世は4つの方角に剣を向けており、どこから侵入者がやってこようと帝国を守るという意思を表しています。最後にボヘミア王として即位し、プラハで行進している様子です。ルドルフ2世より以前のハプスブルク家の王冠は破損したり溶かされたりしたが、この王冠は大切に保護された。そして後にオーストリア帝国の公式な王冠となったのである。伝説ともなった皇帝ルドルフ2世の貴重な芸術コレクションは彼を破滅へと導くこととなった。1608年皇帝は一族に王位から退くことを強要され、その屈辱に苦しんだ。ハプスブルク家の人々は彼が美術品の制作に没頭し国政をおろそかにしたと感じていたのだ。ルドルフ2世は様々な美術品の収集や制作、そして宮廷芸術家への報酬に莫大な金額を費やしました。それが一族が王位を剥奪しその権利を取り上げようとした理由です。さもなければさらに度が過ぎてしまうと考えたのです。1612年にルドルフ2世が亡くなり、ハプスブルク家のコレクションがそれ以上増えることはなかった。
ルドルフ2世ほど芸術を愛した人はいませんでした。また彼ほど裕福で美術品を購入したり作らせたりすることのできた人もいませんでした。実際、ルドルフ2世の死後間もなく30年戦争が勃発し、北ヨーロッパ全土が荒れ果て、30年の間、誰も芸術などに目をくれる余裕などなかったのです。その時代には誰も予想しえなかったことであるが、ハプスブルグ王朝自体もいつかは崩壊する運命であった。しかしそれは収集家たちが目を見張るほどの見事な装飾美術品をオッタビオ・ミセローニの息子が完成させたずっと後のことである。1640年代初め、宝石細工の名匠ミセローニの三代目ディオニシオは生涯最大の試練を与えられた。1612年以来、ハプスブルグ家の家宝であった大きなエメラルドの原石を彫刻するよう依頼されたのである。1641年、ディオニシオ・ミセローニはエメラルドの彫刻を始めました。そしておよそ8年の月日を費やし、今日見られるような形に仕上げたのです。ハプスブルグ家の財宝の中でも最高のものの一つです。2600カラットものエメラルドの塊には器型のカットが施されています。ディオニシオは当時にして1万2000ギルダーもの大金を報酬として得たばかりではなく、その類稀な技術を称えられ、伯爵の称号まで授かりました。今日、このエメラルドはハプスブルグ家の財宝コレクションの中でも最も高価なものと考えられています。その後250年にわたり、ハプスブルグ家の君主たちは美術品の収集より豪華な建築物の設計建造に関心を持った。18および19世紀に建築された建物には後にハプスブルグ家の財宝が保存されることになるが、もはや一族の所有物ではない。20世紀初頭、ハプスブルグ家の統治は予期せぬ終末を迎えたのである。1914年6月28日、ハプスブルグ家出身でオーストリア・ハンガリー帝国の大公フランツ・フェルディナントがサラエボで暗殺された。この事件により第一次世界大戦が勃発した。1914年に第一次大戦が開戦した時、誰もハプスブルグ王朝が崩壊するとは思いませんでした。しかし1917年になると戦争は激しさを増し、また帝国内のさまざまな民族は独立し、それぞれの国を作るべきだという考えを連合軍が助長したのです。これら2つの要素が影響して、中央集権国家は存続できなくなってしまいました。4年後に終戦を迎え、オーストリアを含めたヨーロッパの国々は次々とハプスブルグ家から独立した。ハプスブルグ家の最後の皇帝カール一世は亡命を余儀なくされ、ハプスブルグ王朝は崩壊した。1917年、ハプスブルグ家の財産は私的なものであろうとそうでなかろうと、新しい法律により全て没収されました。一族は法律に署名するか国から立ち退くかの決断を迫られました。ハプスブルグ家は二分し、カール皇帝の後を追って亡命した者もいれば、法律に署名して国に残った者もおりました。国を立ち退いた方がむしろ楽だったと思います。残った者はより困難な状況に遭遇することになったからです。ハプスブルグ王朝が終焉を迎えてから80年以上が経過した。しかし財宝コレクションを通じて
王家の過去の栄光を垣間見ようと、ウィーンには毎日のように多くの人々が訪れる。コレクションの鑑定値は今日どれほどになるのであろうか。ハプスブルグ家が収集したような珠玉の装飾美術品にはたった一つの作品で数百万ドル、ものによっては1000万ドルもの価値があるものもあります。美術史博物館や宝物館にはそのような品が数千点も展示されており、中にはそれ以上の価値を持つものもあります。その額はご想像にお任せしましょう。ハプスブルグ家の財宝は権力と富の象徴であると現代の人々は考える。しかし財宝はもう一つのことも象徴している。それはたった一つの王家がヨーロッパの大部分を制していたことである。歴史家はハプスブルグ王朝が今も続いていたら世界はどうなっていたかと推理する。第二次世界大戦を未然に防げたであろうか、ボスニア紛争は避けられたのではないか。時を経て政権が移り変わる中、今も昔も最高峰を極める芸術ハプスブルグ家の財宝は変わらず存在し続けるのである。